予選折り返し日3日目の戦いも終盤戦です。第10レースが始まりました。1号艇渡辺浩二、2号艇羽野直也、3号艇出畑貴則、4号艇西山貴弘、5号艇長野宗志郎、6号艇今井隆、全員福岡支部での戦いとなっています。インに入るのが目下連勝中の1号艇の渡辺浩二。さあ、高枠から狙うは3連勝です。人気の陰線です。2コースは2号艇の羽野直也。さあ、上位着が欲しいところ。2コースからの戦い。3コース3号艇出畑貴則、1二3と入ります。3艇引き。4コースの角は4号艇西山貴弘。初日のドリームを含めオール2連隊。昨日は白星もゲット。上々の乗りっぷり見せます。角から5コース前半逃げた5号艇長野宗志郎、そして大外に6号艇の今井隆。体型は3対3です。進入コース内側から1番2番3番4番5番6番の並び。2秒前1秒前スタートしました。予選競争の第10レース、6艇それほど差はありません。最終1幕の攻防戦。3コースから出ていく3号艇の出畑がまくっていった。まくり座数4号艇の西山、向こう正面4号艇の西山貴弘がへさきを出そうとする。ぴったり追いかける3号艇の出畑、さらに1号艇の渡辺。スタートは前提正常でした。トップ争いもつれています。さあ2マーク4号艇の西山が先行する。3号艇の出畑、さしてホーム側この差し入ってます。4号艇の西山のうち3号艇の出畑、4番3番並走でのトップ争い。レースは2周目に入りました。3号艇出畑貴則、4号艇の西山貴弘の先頭争いから1マーク。3号艇出畑回り外、4号艇の西山先頭争いは3号艇の出畑貴則が一歩前出る。4号艇の西山貴弘2艇審査。2番手3番手は1号艇渡辺浩二。目下体型は3番4番1番で2マーク。トップで3号艇の出畑折り返す。4号艇の西山ここは攻めきれず、3号艇の出畑が先頭。4号艇西山2番手、1号艇渡辺3番手でレースはこれより最終周回です。後続が5号艇長野、6号艇今井、2号艇羽野となっています。最後のバックへ、先頭は3号艇出畑貴則、2番手が4号艇西山貴弘、1号艇渡辺浩二3番手。体型は3番4番1番。この決着3連単のオッズは 87.2 倍となっています。最終コーナートップ争いものにします。3号艇出畑貴則、2番手は4号艇西山貴弘、1号艇渡辺浩二が3番手。第10レースまもなくゴール。先頭3番ゴーリン、4番ゴーリン、1番ゴーリン、5番ゴーリン、6番2番ゴーリン、以上全艇ゴーリンしました。